thank you 手と手の中でというタイトルでございますから始まりの形これで合唱の形で待っていただいたらいかがかと思います始まりましてはあみんはあおけに広くあまねくという意味ですはあひーふーみーちょんでススッと出てしまわないとこれがマニア。まあ、あるトゥトゥというところで弾いてくださいそれが一つのきっかけになります 引ききまして、はい、大きく、ではこれはともかく大きく丸くということと合唱というのがテーマと思っていただはい戻ります時にトゥ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 とはい見ましてはい両方見ましてはい見るそれから聞くというのがこう耳を出していただきます出していただいてはいおいと出したら、はい、これも大きく丸く「ひーふー」 みい、ひーふーみ、次は。仏様いただく仰ぐという意味になっております。いただいてる。はい。引きます。はい、今度はこう別に意味のないふりですけど、自分の方からこう指先がこう。向こうへ伸びますように。はあ、ひーふーみ伸びますようにしていただいて、向こうへ出ていただく。だ出ましたら。 はい、引きましょう。引きまして引きましてはいそれからはい、出しましたら今度は手をなぜていただいてなぜていただいてまた同じように左が上がった時は左が出ると思ってここがちょっとしんも難しいかと思うんす右出して左出すなぜまして肘まできっちりなぜてこう保とありましたらここまでなぜていただいた方が大きく前ますし。 でまた出して左が上がったとき左を出して大きくなぜてなぜていただいたら次すぐきますひーふーみ上見てよいつも七な,なやつひーふーみーよいつも七な,なやつで自分の真ん中へ戻るということ今お気づきいただいたかどうかわかりませんが八つ目右手で始まりまして 「ひーふーみーよーいつーむーなな」8つ目出しといてください構わず続き「ひーふーみーよーいつーむーなな」手は変わりますけども足は変わらないということそれから「は」ここへ胸「胸に「胸抱きましてはい最後がこれは右の手から「手」と「手の」 中でと仏さんのお気持ちをいただくというつもりです以上のようなことですのでよろしくお願いします